三浦祐介と申します。2018年に大学を卒業しまして、住友商事株式会社に入社をいたしました。住友商事では主計部というところで本部のですね、経理決算をまとめるような部署、その中でも特に税務チームというところで税金のですね中心に扱うところで3年間過ごしました。その後ですね、転職をいたしまして、2021年の6月から日本M&Aセンターに入社をいたしまして、今はですね中小中堅企業のM&Aの仲介、これを業務をですね中心にやっております。よろしくお願いします。学生時代ですね、一番これやったなっていうのはゼミでの活動ですね。当時宮西ゼミに所属をしておりまして、もともとですね会計とかファイナンス、そこのですね専門性を高めてですね、それをベースに仕事で使っていきたいなと、そういう思いがありましたので、そこはですねすごく真剣に取り組んだなと、そんな記憶があります。毎日のゼミもそうですし、夏のですね、耐久ゼミなんていう、もう1日10時間とかですね、ぶっ続けでこう勉強するとかですね、そういったこともやっておりましたし、楽しいこともありました。こう OB 会であるとか、たまにはですね、そういったこう企画飲み会、上下の人とですね関わる、あるいは同期と先生と朝までこう飲み明かすなんていうこともありまして、非常にメリハリのついたですね活動だったなというふうに思います。なので一番こう力を注いだっていうところだと、おゼミの活動かなと。であとはですね、海外もですねこう力を入れてやっていきたいなと、海外経験をですね、していきたいなということもありましたので、大学3年生が終わった後にですね、1年休学をしまして、フィリピンで、4ヶ月、その後インドで約半年ですね、インターンシップっていうのをしていました。なので大学に入った当初からですね、英語そこまで得意ではなかったんですけども、長い時間をかけてですね、勉強をして、である程度英語力を高めた上で、フィリピンでの留学、そこでスピーキングの力っていうのをつけて、その上で、インドはですねインターンシップという形だったので、実際に現地でですね、もう現地人しかいない中で、日本人一人で働くというところで、その経験を通してすごく、タフネスというか、挑戦する心であるあったり、こうやり抜く力みたいなのが、鍛えられたなと、そういったことを感じています。一番の思い出、そうですね、いろいろこう頑張ったな、やりきったなっていうこともあるので、これが一番っていうのは選べづらいんですけど、今思い返すとですね、先ほど言ってた、ゼミもそうですし、海外の経験なんていうのもあるんですけども、それ以外にですね、ボランティアの団体に入ってまして、そこでですね、カンボジアの学校建設活動っていうのを3年生の夏休みの期間をですね使って、インカレだったんですけども、多大大学のですね他の学生と一緒に70人くらいでカンボジアに行って、学校の建設というのをですね実際に作業をして、やるということがありました。それはですね本当にこう、70人で、短期間ではありましたけども、本当にこう力を合わせてプロジェクトをやったなというやりきったという感じもありましたし、最終日ですね、学校が完成したタイミングであるとか、それのこうセレブレーションのタイミングなんかっていうのはすごく、なかなかですね味わえない感動があったなというふうに思いますので、今思い返すとですねすごく印象に残ってる学生時代の思い出になります。学生の当時から専門性を生かして働きたいっていう一つ、それがあったのと、あとはですね、英語を海外経験なんかもあったので、そういった経験も生かせる、海外を舞台にしたですね、ところで世界で働きたいと、こういう気持ちがありましたので、一つはですね、その会計、ファイナンスのゼミで、企業価値評価とかですね、そういったものが専門でございましたので、先輩方のですね話を聞いたりすると、今こう総合商社っていうと、単にトレードをやってるというよりはですね、
実際にその投資をしているこう、まあ、投資会社みたいな側面もあってですね、実際に住友商事だと私がいた時は900社から1000社くらいのですね子会社が存在していると、世界中にですね存在していると、まあ、そういった会社でございましたので、その自分が培ってきた、まあ、専門性、投資判断とかですね、そういったこう M&A に関わるようなものに関するですね専門性が強く生かされるところだなというふうに感じてましたので、まあ、それが一つ魅力的でした。あとはですね、まあ、本当に世界中どこに行くかわからない、まあ、そこでですね、活躍しないといけないとこういうような世界が待ってるなというふうに思っていましたので、そこもですね、まあ、自分にとってこう未知の世界というか、まあ、チャレンジングで、かつその世界のために働ける、まあ、世界を舞台に働ける、まあ、そういった機会が多そうな総合商社っていうのを志望してました。税務チームはですね、まあ、メインのところがグループの確定申告っていうのがありまして、まあ、グループといっても日本のですね 100% の子会社、だいたい当時で80社くらいあったんですけども、まあ、そこを取りまとめたですね税務の申告、特にこう6月とか7月6月とかですね、そのあたりっていうのはまあすごく繁忙期でこう忙しくなるような時期で、やってました。あとはですね、5年間を通して、グループのですね、まあ、トータルの最終的なこう税務の、まあ、門番といいますか、税務調査をがなんかが入るとですね、まあ、自分たちが窓口になって先頭になってですね受けるような部署でございましたので、全社のですね、税務のこうコンサルティングみたいな立場っていうのもありました。ですので、私の場合はですねインフラと化学品っていうのがですね部門として担当を持っておりましたけども、まあ、そういった部署のですね、まあ、日々あるこう税務の課題であったり、あるいは何か大きな投資をする、それにあたっての、まあ、案件のですね、まあ、進めていくにあたってのこう税務の側面から見た、まあ、スタディ、どういった検討が必要であるか、まあ、最終的にどうすることが、まあ、税務上ですね、まあ、メリットがあるか、それは単にこう節税をしようということだけではなくて、税務上ですね、まあ、適切に各国ですね、税務の申告、税金を納めることができるのか、変なリスクがないかとかですね、そういったことを事前にですね、コンサルティングをする、まあ、そんな部署でございました。なので、周りはですね、会計士だったり税理士で、4大監査法人とかに見た経験があってですね、まあ、税務の知識が豊富な人なんかも結構転職であるとか出向者で受け入れてですね、まあ、そういった専門なメンバーと一緒にやっていく、まあ、そんな部署でございました。そうですね、やはり、まあ、規模感っていうのはすごく今振り返ってもですね感じるところでございます。やはりこう、まあ、先ほどの話の通りですね、まあ、世界中に、まあ、900とかですね、子会社があって、すごくグローバルに世界中でのやり取りがある。またですね、こう一つ一つの事業もどうしてもですね、どうやったってこう一人でできるような話ではない。例えば資源のこう権益への投資であるとかですね、どこかこう ASEAN の地域での何か鉄道を通すであるとか、こうインフラの事業をやるなんていうのはですね、こう政府との絡みもありますし、もう金額としてもですね、リスクとしてもものすごく大きなものになりますので、まあ、そういったものをですね扱える規模感、まあ、それのを扱えるノウハウとかですね、まあ、そういったものがあるっていうのはすごくもうここにしかないっていうものがあるか、それを感じますので、そういったところがこう商社ですね、総合商社で働く魅力なのかなというふうに感じてました。まあ、理由は複数あるんですけども、まあ、一つはですね、こう営業職っていうので、やってみたいなということ。もう一つはですね、やはりこう M&A っていうのには興味がありましたので、まあ、住友商事自体も M&A のですね、税務の視点から触れることはあったのですけども、まあ、どうしても中心ではなかったので、こう M&A をこう真ん中に据えたような仕事、業務についてみたい。まあ、そのあたりが強くございました。
実際ですね、まあ、経理から営業に移ったということにはなりますけれども、まあ、その職種を転換するですね、転職っていうのが、まあ、チャンスとしては若いうちかなということもありましたので、まあ、3年という短い期間ではありましたけれども転職を検討して、まあ、実際に決意したということとですね、あとはこう日本M&Aセンターというとですね、まあ、なかなかこう世の中的にですね、まあ、知られてないところもありますけれども、大きくはですね、その後継者がいらっしゃらない中小中堅企業、まあ、これがですね M&A によって、大きい会社のですねグループの傘下になることによって会社がまあ維持され存続して維持されていくと、すごくですね、まあ、それが決まると まあ、お客様に、まあ、従業員を守れた取引先との継続取引の継続ができたというところで、すごく喜んでもらえる仕事、社会貢献性がすごく高い仕事だなということも思いましたし、実際に中で働いている方っていうのもですね、それをこう思って、自分たちの仕事に誇りを持ってですね働いているっていう感覚がすごくありましたので、それで、転職っていうのを決意いたしました。日本M&Aセンターですね、まあ、上場している大手の会社がお客さんになることもあるんですけども、メインのお客様の層というのはですね中小中堅企業、特にですね上渡企業で言えば売上、まあ、1億2億というところから10億、まあ、もう少し大きい会社もありますけども、まあ、そのあたりがボリュームゾーンになります。買い手になる会社様もですね売上10億から100億とかですね、まあ、それくらいの規模感というのが多くてですね、なのでそのあたりの規模感、つまりはその大手のですね証券会社さんがやっているような上場企業同士とかですね、まあ、そういったところとは少し違 う小規模のですね、M&A っていうのを中心にやっているような会社でございます。でその中でですね、私が入社した当初は、買い手側の担当としてですね、すでに M&A センターとして受託をしている会社、まあ、そこのですね情報っていうのを持って会社買い手の会社様の企業の戦略に合わせてその提案をしていくというような形の業務っていうのをだいたい10ヶ月ほどやっていました。今はですね、提携先のですね証券会社に出向をしていまして、今売り手担当として、実際にですね証券会社が持っているオーナー社長様のですね、まあ、お客様のところに行って、でその課題いろいろ聞かせていただいて、例えばまあ後継者不在であるとか、まあ、先行き不安、まあ、つまりはその中小中堅企業その単独でですね、まあ、今後10年20年、今のように生きていくのは難しいと、そういうふうに感じているお客様に対して、M&A でこう譲渡するっていうことを通しての会社の存続あるいはこう成長っていうことを提案してですね、サポートしていく、まあ、今はそんな業務をしています。ですのでもう今ですね、まあ、新規のお客様にお会いさせていただくことが多いんですけども、大体毎日2社3社ですね、オーナー社長様と、まあ、名刺交換をして、もうそこからですね M&A のご提案をしていくということをこうずっと続けているというのが今の仕事になっています。苦労はですねやはり一番は大きくですね仕事の内容が変わったっていうところでございます。M&Aセンターはですねその転職者として多いのはもともと金融機関に勤めている証券会社だったり銀行だったりですね、でその方々っていうのはこうよくあるのがテレアポですね、もうこう電話をして社長いますかと、で、まあ、そこのアポイントをもらうと、まあ、多くの場合はですね受付でこう弾かれてしまうんですけども、まあ、そういったことにもですねこうすごく慣れて来ている方というのが多いんですけども、私はこう先ほどお伝えした通り住友商事でしかもですね経理系の職に就いておりましたので、営業ではなくてですねそのお相手と会って話すってこともありませんでしたし、自分から何か動いてですねアポイントを取るってこともなかったので、結構やっぱり苦労したのはですねその最初のアポ取りテレアポだったりですねそういったものでのお客様との接点作りっていうのがすごく苦労しました。で M&A もですね、途中のことがどれだけできようともその入り口が作れないとですねこれ仕事になりませんので、結構ですね最初はこうまあ、それが、まあ、辛くてですねもう本当にやめようかと思う時も結構ありました。ただ一方で、まあ、それはまあ入る前から分かっていましたので、
なんていうか、それ自体がですね、すごく得意になったわけではないんですけども、一方で、この仕事のですね、意義というか、自分が転職した理由であるとか、この仕事っていうのが、お客様にとって最終的にですね、すごくこう泣いて喜んでもらえるような職だと。こういうことをですね、自負しておりますので、そういったところをですね、振り返って、心が折れそうになるような時っていうのは、その自分が転職した理由だったり、自分が今、なんでこの仕事をしてるんだろうってことを振り返ることによって、こう自分を奮い立たせてですね、こうやってきたっていうのがあります。先ほどからですね、ちょこちょこと話しているところではありますけれども、やはりその目の前のお客様のですね、ためになるっていうのが一番かなというふうに思ってます。今ですね、その日本の後継者不在率が大体 58% くらいというふうに言われてまして、それだけですね、やはり黒字でも大事にしてきた会社を後継者がいない、それがゆえにですね、廃業っていうのを検討するとか、そういった会社様っていうのはすごく増えております。ですので、そういったところにですね、こう正しい情報を届けて、あとはその今はですね、この M&A の業界っていうのはすごくプレイヤー数っていうのがですね、企業数とか増えてはいるんですけども、その中でもこの日本 M&A センターっていう会社はやはりこう長年のノウハウもあって、品質高くですね、M&A を届けられるというのもありますので、そういった高い品質のこの M&A、会社を救う手段、あるいは成長させる手段というのをお客様に届けられる、それがですね、自分のこうやりがいになっています。そうですね、特に私の場合は、経理から営業へですね、職種の変更を伴うような転職をいたしましたけれども、やはりですね、求められる素質、スキル、細かいところはですね、もちろん異なるところっていうのはあるんですけども、大きくはですね、そこまで実は変わらないのかなっていうふうに思っているところもあります。で、どんな仕事でもですね、一つはこう主体性、リーダーシップ、そういったところはですね、必要だろうなと。自分が、例えば何て言いますか、こうやらされ感であるとか、そういった形でですね、何かの仕事を動くのではなくて、主体性を持ってですね、この仕事が何の目的で、自分がどういうふうな関わり方をするとうまく進むんだろうとか、そういったことがですね、考えて動けると、いろんなですね、こう改善案が出てきて、仕事がよりよく前に進むということもありますので、そういったどんな仕事であっても、こう主体性を持ってですね、こう責任感を持って進める、その気持ちっていうのは大事なのかなというふうに考えてます。あとはですね、似た話にはなりますけれども、やり抜く力といいますか、結構ですね、世の中頭いい人ってたくさんいると思うんです。ただ、その中で、評論家のようになってしまってる人っていうのもすごく多いのかなというふうに思うんですね。特にこう、ベテランの社員でですね、ちょっとその推進する中心の舞台からですね、横で見てるような立場になるような人とかっていうのが、頭はいいと、だからその何か動いてるプロジェクトに対してですね、なんかこう意見はどんどん出てくるんですね。ただ一方で、じゃあその人が何か動くかというとそうでもないと、ただなんか目についたところを指摘してるだけみたいな、これはその有意義なところもあるとは思うんですけども、一方でですね、実際問題、その仕事のこうクオリティだとか成果物に対してそこまで影響を与えられないっていうこともあるのかな。一方でですね、先ほどのやり抜く力みたいな話もありますけど、そういったものを持ってですね、これをこう強く前に推進していく、何かですね、あるプロジェクトっていうのを、しっかりこう必要な周りの人を巻き込みながらですね、必要な要素を揃えて、でそれで前に前に進めていくっていうこと、これができる人っていうのは、すごくですね、どんな立場であれ、どんな仕事であれ、活躍するのかなと、そういうふうに考えています。そうですね、今すごくプレイヤー数も増えていまして、私が入社して以降でもですね、上場した会社がおそらく2社か3社か増えていますし、いそうではなくてもですね、M&A というのは今
業界の規制が例えば金融庁に縛られているとかですね、何かこう資格がないとできないというものではありませんので、プレイヤー数っていうのはすごく増えています。その中ですね、その、まあ、これは自体は別に悪いことではなくて、まあ、業界自体ですね、そこを救わないといけない会社っていうのはものすごくたくさんありますので、それ自体はいい傾向なのかなというふうに思っています。一方で、どうしてもですね、まあ、その仲介者っていうのは業績混合になっておりまして、まあ、とにかくまあフィーが取れる、稼げればいいか、あ、それでですね、まあ、やっているような会社っていうのも現状あるっていうのが、ここは問題なのかなというふうに思っています。これはですね、まあ、国としてもですね、おそらく問題に思っているところではあると思いますので、まあ、将来的にはですね、この M&A の業界っていうのを拡大しつつ、よりよりですね、こう品質が高まっていく方向っていうのにあるのかなというふうに思っています。まあ、そういった点でいうと、まあ、業界でですね、この、まあ、一番こう M&A をやっている、まあ、実績ノウハウ、もちろんこう最高の品質をということで展望を掲げてやっているので、そういった意味では、まあ、我々のような日本M&Aセンターのような会社、あるいは上場しているですね、まあ、他の会社さんで、しっかり品質をですね、保って、高い品質でM&Aをやっていこうという会社が、まあ、強くですね、生き残っていくのかな、まあ、そんなふうに思っています。そうですね。まあ、よくこう5年後10年後どうされるんですかとかですね、まあ、そういった質問も受けるんですけども、正直なところですね、これっていうのは決まってないというのが現状です。で、すごくですね、いろんなことに興味があってですね、まあ、やってみたいなと思うことっていうのはたくさんあります。ただ、まあ、今のですね、仕事の延長で考えると、もともとですね、こう海外での挑戦っていうのを考えていた中で、今はその割とですね、日本のこう課題、日本のですね、このM&Aの市場っていうのは少子高齢化が進むですね、課題先進国である日本でですね、すごく強い今ビジネスになってますけれども、例えば日本M&Aセンターであれば、今海外 ASEAN を中心にですね、拠点を持って、日本の企業が ASEAN の会社を譲り受けて、まあ、海外進出をしていく、海外の強化していくっていうこともですね、ありますので、まあ、私のこう経験とかですね、やりたいことっていうのを踏まえていくと、実際に、まあ、海外に出て、まあ、日本の会社が海外の会社と手を組んで、それで、まあ、より成長していくとこういうところっていうのをですね、お手伝いできればなと、まあ、それすごく魅力的だなというふうにも思いますので、まあ、日本でですね、まあ、経験を積んだ上で、そういったところにも挑戦していきたいなというのは一つ考えています。私が考えるのはですね、今、まあ、住友商事の時代も、あるいは今の日本M&Aセンターでの働いている時にも、やはりですね、何かこう大学時代に、まあ、努力したな、これをやり遂げたなという経験がある、まあ、それがですね、こうベースにあって、振り返ってですね、こう基礎になってるなというふうに感じています。まあ、どんなことでもですね、構わないとは思うんですけども、大学時代にですね、まあ、これはまあ自分で一つやり遂げたなと言えるようなことがですね、あると、それがですね、社会人の支えになってくるというふうに思いますので、ぜひですね、何か自分が熱中できるものを見つけて、それに向かって全力でですね、力を注いでいただければなというふうに思います。